ウエストランド・ホワール・インドウェストランド・ホワール・インドは第二次世界大戦でイギリス空軍が使用した総発戦闘機である。ホワール・インドはイギリス空軍最初の総発探座戦闘機で、またウエストランドエアクラフト社にとっても初めてイギリス空軍に採用された戦闘機でもあった。試作機の発注は1937年に出され、1号機は1938年10月に、 初飛行し、1939年1月には量産発注が行われた。しかし生産の遅れのため10機の部隊配備は1940年6月になってからだった。初期に引き渡された機体のうちの1機は夜間戦闘機としての実用テストを受けた。形状的には、双発機としてはかなり小型で、胴体もかなり細身にまとめられ、鉛筆のように見えた。 水冷でありながら、ラジエーターを機外に突出させず、胴体と両エンジンの間の中央浴内に取り込んで空気抵抗を抑えている。エンジンも小型かつ、軽量のロールスロイスペリングリンエンジンを選定した。しかし、この選定こそ、本機のウィークポイントとなった。このエンジンは、故障が多く、その整備のため部隊は、大きな労力を割かれ機体の稼働率も低かった。 また、着陸速度が速かったため使用できる飛行場が限られるなど、運用面で問題点が多い機体だった。加えて高高度性能に劣るため、イギリス空軍は迎撃戦闘機として本機は不適で、あると評価した。このため、バトル・オブ・ブリテンには本機は参加していない。そこで、比較的長い航続距離と重武装を活かして、長距離護衛戦闘機、 戦闘爆撃機として使用することになり、1941年にはブレニム系爆撃機の護衛任務を行ったりした。1942年からはイギリス本土からドイツ占領地への爆撃任務についている。しかし、エンジンの不調が解消されぬまま、1942年2月に112機を持って、 本機の生産は終了し、1943年には、ーカー台風に更新されて本機は、前線から退いた。プロトタイプのホワールインドウエストランドワールインド、戦闘機。ありがとうございます。